長楽寺は群馬県大田市余良殿町にある天台宗の寺院である。三号はセラタ山。本尊は釈迦如来。隣接して余良殿東照宮がある。境内は日田宗遺跡の一部として国の史跡に指定されている。1221年余良殿劇の解散、臨在州の宗坂朝を解散として創建されたという。 早い時期から漢字として扱われていた。室町時代初期には、室町幕府から関東実説の一つに列せられた。鎌倉時代の回帰江戸時代までは、神殿家及び足利家の栄を得、臨在州関東実説中でも大寺院であった。戦国時代の英六八年一月から同年六月には、十字、県はじめ義明が日記、長楽寺英六日記を記した。 同日記は、長楽寺で行われた仏寺や吉明の日常生活、治療や近在の百姓の動向などが記され、戦国紀東国の地域社会を知る資料として注目されている。本国には、三岸市住与皇帝、資料三書135長楽寺へ六日記がある。徳川家の祖とされる余領伝儀機が創建したとされることから、徳川家の企をへ終え、 江戸時代江戸幕府に起用された天台宗の総展開により天台宗に改修となった。山仏堂大古門直諮門倉賀の塾で中仙道から分岐する日光霊平市街道の堺塾と木崎塾のほぼ中間地点にある。ただし、創建当時に日本の臨済宗の概念は確立されておらず、英才の弟子であった堺朝も自身を 天台宗の僧侶を称していたとされ、坂井朝が創建した当初は、天台宗と臨在前の研修人員であったという指摘もある。ISBN 978から4から864030342。文書の印数については、重要文化財指定名称では、115通となっているが、117通とする資料もある。ありがとうございます。